今日は地元深川にあります B スクエアドさんにお邪魔しております。こちらは日本唯一ベーカリーとロースタリーが併設されております。ここで私はあるものを今日作らせていただきます。ご飯食べてください。正直なこと言うと、23歳ぐらいまでコーヒーが苦手だったんですよ。デビューしてスタジオに入り浸ってる時に、スタジオってもうコーヒーしかなくて、若い頃ってうまくレコーディングでもいい歌を歌えなくて悔しい思いすることもあったし、コーヒーだけに苦い思い出がたくさんあったんで、ちょっとコーヒーあえて自分から飲むっていう行為はしなかったんですけど、忙しくてデビュー当時なんか朝そのコーヒー飲むみたいな習慣っていうか時間もなくて、で自分でコーヒー入れ始めて、もちろんその味もそうなんだけど、そのコーヒーを飲んでる時間が贅沢だったり、その時間の贅沢さに気づけたりとか、それからライブだとか本番だっていう時にナーバスになりがちなんですけど、そういう気持ちもこう沈めてくれるし、ステージドリンクもコーヒーですからね、この場合は。断然引く派ですね。その引いてる時にもう自分の中の一日のもう最近スイッチみたいになってきちゃって、それをやんないと一日がこう始まった感じがしなくなってますね。その一手間がこの便利な現代社会においてすごい愛おしい作業っていうか、その手間を楽しんでますね。もう移動中もひたすらコーヒーだし、ラジオの本番中もコーヒーだし、本番前もコーヒーだし、一日中コーヒー飲んでますね。アメリカ人かっていう。本日はありがとうございます。ありがとうございます。前回ねちょっと試飲をさせてもらったんですけど、はい、で僕はコロンビアのインサっていうのがすごい好きだったんですよ。はい、こちらです。うん、これですね。珍しいコーヒーなんですか。そうです。世界遺産で、世界遺産の秘境の中にあるコーヒーのようになります。うんうんうん、割と僕はだからすごいコーヒー感がしっかりしてて、あんまり酸味がきつくないのが好きっていう話をね、実はせいやさん、店主のせいやさんにさせてもらったんですけど、はい、その中、せいやさん。スペシャルブレンドをお作りさせていただきました。マジですか。スペシャルブレンド、こちらの中に入っております。はい、これが実はスペシャルブレンドだそうです。これは、いわゆる B スクエアドさんのベースラインと何が違う。うちのベースラインは割と酸味、甘味、苦味のバランスを平行線上に、万人向けなイメージですね。そうです、万人向けな、そうです、イメージです。ただ今回はお好みがあるので、はい、でお好みがちょっと苦めのコーヒーがお好きっていうことだったんで、インサーっていう方はすごくしっかりボディがあるコーヒーになるんです、ただ苦いだけじゃなくて、はい、その中にアロマだったりコーヒーの香り、コーヒーの甘みもしっかりある、長く続く、すごくいいコーヒーなので、それをちょっと多めに配分させていただきました、でそれだけだとちょっとつまらない、スペシャルな、ここでしか味わえないものっていうのを作りたくて、今回ガテマラサンミゲル農園っていうこちらです。こちらを 30% ほど入れさせていただきました。はい、このガテマラは特徴的には苦味もあり酸味もあり、でその中に甘さ、フルーティーな香り、すべてもうなんか整ってる、こうどんな人でも握手してくれるようなすごい優しい豆なんです。はい、ガテマラの酸味系だけでも成り立っちゃうんだけど、そうです、成り立っちゃうんだけどっていう、そうです、もう全然成り立ちます、それだけ飲んでいただいても全然成り立つんですけど、ただやっぱ好みに合わせたいっていうのがあって、それを 30% だけ、30% で入れさせていただきました。はい、でこれがちょっとまた面白いお豆です。パナマのコトワ農園、
ってブルーハ農園、両方農園の名前なんですけど、ことわ農園の中にあるブルーハ農園っていう、うん、とっても限られたエリア、本当に狭いエリアで採れたお豆になります。この10%の心は万人受けするコーヒー、うんうん、の中に 10% だけちょっと果実味がしっかりあると、たった 10% なんですけど 10% 入れることによって香り豊かが、うん、豊かさがもっと広がる。じゃあこれが味噌ですね。じゃあそうです、今回のパナマラスブルーハ、はい、じゃあ早速ちょっとぜひこれ入れていただくことができますか。もちろんです。へえ、楽しみ。完成です。あー、うまそう。ビースクエアと、そして店の売ったオリジナルブレンドをいただきます。せやさん、うまい。超すげえ好きっす。あとこの 10% のあれ、なんか効いてますね、この回ね。効いてます、はい、ね、たった 10% なんですけど、後味っていうか余韻を全然変えてくれるんですね。そうです。侮れないもん。うまっ。最高です。幸せです、本当に。これ どうですか。うちとは違う、すごくフィルターで通して飲んでいただいて、うん、あのすっきり飲めるなっていう印象です。うん、ご先生にいただきました。コーヒー店がひしめく清澄白川深川界隈、僕の地元でコラボレーションさせてもらえて非常に嬉しかったですし、コーヒー好きならね、誰もが自分のオリジナルブレンドを作りたいと思うんですけど、まあ、ご縁あってビースクリアドさんにオリジナルブレンドを作らせてもらえないかという話をした時に開拓していただいて、いろいろこう意見交わしながらできたので、すげえ楽しかったね。ビースクリアドさんと一緒にタッグを組ませていただいて作った、ビースクリアド×三永亮太の、オリジナルブレンドコーヒー EC サイトでこれから販売いたしますので、ぜひ皆さん手に取って試してみてください。美味しいです。ぜひ。こちらはシリアルっていう名前のパンなんですけど、シリアルっていう、あ、もう食感がお祭り状態ですね。来てる中でこれ、果物も入ってます。そうですね、はい、うん、レーズンが中に入れてます。あ、レーズンだ、はい、しかもいろんなナッツが入ってるから、いろんなね、食感、そうです、いろんな食感だったり、ね、いろんなあの味が口の中に広がる。いいですね、パンだね。そうです、パンとコーヒー間違いない、最高です。皆さんもぜひ、深川、清澄白川、門前仲町界隈にお越しの際はパンとコーヒーを楽しみください。よろしくお願いします。